待機児童を解消するため保育士の人材確保につなげようという催しが大和郡山市内で開かれました。イオンモール大和郡山で開かれたフェアでは県内46の保育施設や人材バンクがブースを並べました。それぞれ保育の仕事について関心を持ってもらおうと子どもたちが描いた絵などを飾ったり現役の保育士が手作りした案内書を見せたりして訪れた人に仕事のやりがいなどを説明していました。県によりますと今年4月時点で県内にはおよそ200人の待機児童がいる一方で平成30年度の保育士の有効求人倍率はほぼ2倍を超える状態で人材確保が課題となっています。保育には資格がなくても対応できる職種があることから県では関心のある人は県保育士人材バンクに登録してほしいと呼びかけています。